レディオー、どうも、かけまるです。ブックブック来たよということでね、本日かけまるルックブックということで、本日夏バージョンです。いや、夏初めてだよね、まだ。はい、今までかけまる過去3回ルックブックやってきたんですけど、夏は初めてです。はい、初めてルックブックやった時から一周しました。はい、ちゃんとやめていったんや。ぜひ皆さん、かけまるのルックブック見て、まあデートの服だったり今後のね、私服だったりっていうのを参考に少しでもなれればと思うので、ぜひ最後までご覧ください。で、本日かけまる1週間後でということで、合計7着僕たちね、用意してるので、楽しみにしててくださいね。何してんの？ネギなんです。ネギのニュース。頑張りますか。はい、じゃあ一言お願いします、意気込みを。じゃあ一言でなあちゃんからお願いします。頑張ります。行こう。行くよ。1日目、じゃーん、1日目です。じゃあ僕から行きます。はい、これこちら、このボーダーシャツ、これはカーハートです。はい、かわいい。かわいい。なに、微妙微妙微妙。今年の夏は絶対にボーダーシャツが流行る。もう前から多分流行ってるかもしれないけど、今年はさらに来るボーダーが。これ夏っぽいボーダーを買いました。ありがとうございました。待って、終わり。それで下がエクサラージの白パン。白パンはマジ何でも使えるから、一着持ってるよね。白パンはね、ほんでダボった思考で、ダボコーデで、あれボーダーだけに。ボーダーだけにダボコーデですか。で、靴がですね、こちらヒューマンメイドとアディダスのコラボ、こちら。何？お前あんま、いきんない。ヒューマンメイド。いいだろ、別に。そこでいいなんだ。いいだろ、別に。こちらね、ヒューマンメイドと、これスタンスミスね、アディダスのコラボ靴となります。こちらなんとね、まずで紹介あると思うんですけど、なあちゃんのペアルックです。キュン。はい、マージーマージーマージー。マージーコーデです。はい、で、さっき思ったの、多分今日も全部マージーだ。嘘。やった。やった。マージーの社長さん見てる。回し物です、マージー。でも本当ね、なんちゃんね、マージー大好きなんです。ぜひマージーの社長さん、これ見せたら DM ください。待ってます。ガチやったわ。でもさ、言うて最近さ、マウジ以外のものめっちゃ買ってない。買ってるんだけど、今日持ってきたの、なぜか全部マウジ。ね、たまたま。うん、以上。以上です。ポイントとかないですか。これはですね、セットアップなので、上下バラバラに着ることもできて、この上だけ着て、下ジーンズとかでも可愛い。へぇ、スリムとか履いても。この生地感がマジで夏だね。そう、何生地って言うんだろう。涼しそう、こういう生地とかが。なんかティッシュみたい。最近ね、ちょっとセットアップにハマってるんです。確かに。バン、セットアップ。9分9分マジでセットアップか。確かにセットアップだじゃん、最近多い。違う、最近ね、太ったのよ、皆さんお気づきの通り。太りすぎて入らないの、ジーパンが。夏に向けてまだありますから、期間。いやいきなり筋肉マン。筋肉マンじゃない。え、筋肉。あ、筋肉。読書タイム。イエイ。ギャオ。超かわいい。2日目。じゃーん、2日目でーす。俺なんだけど、皆さん見てわかる通り、こちら、
ヤンガーソングコーデとなっております。おお、あの、はい、かわいいでしょ。かわいい。最近来てるバンドなんですよ。皆さんインスタとかチェックしてみてください。こっち上がヤンガーソングの子、なんていうんだろうな、なんか上です。上なんか羽織るやつ。この夏仕様となっておりまして、まあ、柄チェック、チェックも流行るよ今年。いや、今年のトレンドチェック。どっちよ、こうなんかチェックチェックも着てると思います。色味がね、ちょっとね、夏っぽくていいな。イチゴみたい。そう。で、下がですね、こちらパンツもワッペンジーパンツで、これはヤンガーソングですね、こちら。これもワッペンあるっけ。これ俺のチンチン。かわいい。続いては、なおちゃんです。はい。マウジー、マウジー、マウジー、マウジー。またマウジー。いや、でもマウジーの人はめちゃめちゃ嬉しいんじゃない。だけど、そもそもさ、なおちゃんマウジーし、そもそもさ、なおちゃんはさしかもおすすめがこのジーンズなんだけど、はい、このジーンズマウジーにしてはね、安いの。いくらですか。忘れちったのけど、普通マウジーのジーンズって1万7000円とか6000円とか。あ、そのいい値段しますよね。けどこれ1万円いったかいってないかぐらい、ちょっとお安めなの。でもめっちゃ汗長く見えるし。ちょっとめっちゃ見えるね。ちょっと前出ようか。めっちゃ足長い。行き過ぎ行き過ぎ行き過ぎ。例えば足分からん。足の長さ分からん。でもね、後ろ下がりすぎよくないか。めっちゃ長いね。おすすめパンツです。はい、これ3色ぐらいあるから。はい、はい、こちら上が、これもマージのカーディガン。これさ、やっぱさ、なんかちょっとスケスケ感がめっちゃエロいよね。これね、多分閉じてもこうやって着れるやつ。ちょっと俺なんかもう透けてるもん。ちょっとさ、ですです。キャップ合わせてみました。はい、最高です。これで野球観戦にでも。確かに、俺ら野球観戦コーデかもしれない。そこはサッカーだろって突っ込むとこだろ。残念。いや、次これ野球じゃん。だってカーはサッカーなのにっていうのが欲しかった。あー、分かった分かった、私分かった。もうネクスト、はい、これで野球観戦に行こうと思います。いや、サッカーやろ、そこはスクショタイム。いや、オッケー。はい、じゃあ、行きましょう、スクショタイム。3日目みーじゃーん、3日目コーデー買ってくれたん。こちらね、僕がナナちゃんにプレゼントしました、以前の企画で。こちらね、上がですね、これクソラージさんね、最近よく行くね、2人でね。これね、黄色と緑のペアルックということで、まあ今年のトレンドね、こちら黄色と緑きます。はい、絶対来るね。今年は黄色と緑だよね、ナナちゃん。え、そうでしょ、今年は黄色と緑きますよね。あー、イライラする。まずね、奥の撮影が中だからね、一応。はい、ということでスクショタイム。ストライク4日目。あれ、4日目だよ。1,2,3,4。じゃあもうすぐセミが死ぬか死なないかぐらいの時か。4日目ってまだまだ5日6日ぐらいで死ぬか死なないかじゃね。だから最近のセミって2週間生きるらしい。え、そうなの、うん、開発済み。うん、だからミンミンゼミ。じゃあ4日目でーす。こちら、このね、上のニットがこれパラグラフ、これベストっていうのかな。こちらね、あのめっちゃ暑い時にはこれ暑い。真夏はこれ暑い。いや、これいらないんじゃない、うん、だから暑い時はこれね、脱げちゃいます。この脱いだら下はなんとこちらね。あ、確かに良くないね。なんかいや、ボケてやったつもりだったけどさ、脱いだらこんな感じです。ガルフィー、これね、最近2人で買ったね。はい、で、ガルフィーって着て、この下気になるでしょ、みんな。これ、これカーハートの新作の短パンです。こちら、こっちか。カーハートどこ？あ、ここいた。オッケー。これがね、
カーハートの新作の短パンらしくて、俺今年の夏はちょっとねダボっとした短パンでいろんなコーデ組んでみようかなと思います。はい、続いてパンパン、お腹すいたな、まだかな、ご飯はまだかな、わっ、またまたマウジーさんじゃないですか。この靴何ですか。マジもうダメだ、マジで急いで入れたから。これはね、うち前のルックブックで紹介したかもしれないんですけど、デニムのねワンピースを持ってるんですけど、それのね袖を切ったバージョンです。自分で切ったわけじゃありません。自分で切ったんじゃない。違うね自分で切ったわけじゃなくて、これが売ってるんですよ。これね、あとね、ベージュと黒があった、うん、ベージュも可愛かった。可愛かったね。そう、でもデニムが欲しくてデニムにしました。可愛いね、じゃあ奈々ちゃんってワンピースめっちゃ似合うね。で、これがハーネスベルト、こういうワンピースだったら何でも似合いますよってマウジーのお姉さんに言われて買います。後ろ見せて、後ろ、おお、可愛い。マジこのベルト本当に神だったもん。で、サンダルもマウジーの、これはもう5年ぐらい履いてる。はい、ね、そのイメージめっちゃある。ちょ、何してんの。ダメダメダメ、いやパンツ割れ目だったよ。普通に俺スパッツ履いてんのかなと思ってさ、あんま最初言ってなかったけど、ダメだ。待って、少しタイム。びっくりした、びっくりしたから3日目。5日目でーす。強い。はい、じゃあ僕からいきますね。はい、こちら多分ね、これ1年前に買ったんで見たことあるかもしれないんでしょうけど、見たことあるかもしれないんだけど、ちょっと言ってます。はい、こちらね、あのニット半袖、ニット T、はい、で下をさっき紹介しました。黄色と紫ってこう、こちらが一緒で、それ白に合わせることやって、ちょっと夏っぽさ、爽やか。キモい、キモい、ドン引き。はい、じゃあ僕以上ですよ。およ、どうしよう。何マウジキャって今日マウジしか紹介、ガチでマウジしかなかった。本当にごめん、みんなあのマージ無理変えないよとかいう人は、こういう色とか、確かにね、色とかいう感じで見てもらえる、うん、なんか彼氏さんがプレゼントとかさ、めっちゃいいと思う。マージ確かにめっちゃ、俺もめっちゃしたもん。毎回プレゼントマージがさ、うん、毎回大喜び。これはね、さっきの紹介したこの白のジーンズのベージュバージョンです。めっちゃハイウエストなの。ほら、本当だ、いい、ちょっと短いとこです。これね、カーディガンになってる。これもマージーの黒縁眼鏡。黒縁眼鏡エロいんちゃう、ちょっと。でね、あの本当はね、これセットアップなんですよ、こういう、はい、でもちょっと今回あのワンピースが多すぎたから、ちょっと変えてみた。こういう着方もできるよっていう。そう、でこれはさ、だってみんな着れるじゃん。何、あの、いい、馬だらし、お花と土みたいな。はい、それだけです。あ、じゃあ土があってお花が咲いてるよ、つまり土がないとお花は咲けない、つまりその表舞台に立ってる人っていうのは裏方がいて初めて表に立ってる。そう、裏方の人に感謝しようねっていう意味は の、なんていうの、そのコーデです。そうです。はい、です。はい、はい、おしまいです。はい、はい、そうだーい。6日目でーす。じゃあね、僕このなんていうの、襟シャツをね結構今年の夏いっぱい集めようかと思いまして、まあ、その第1号カーハートで買いました。どうですか。やばめしろ、何してんの。今紹介したよ、ずっと。で、下はヤンガーソング、ダボッとした、あ
パンツです。スラックスのピッてしたやつだともっとカジュアルになるし、あとはなんか短パン、さっきの短パンとかでも夏っぽくなります。ラガーシャツ。ラガーシャツ。ラガーシャツは何ですか、教えてください。なんかラグビーみたいな。それが今年流行ると。はい。ラガーシャツらしいです。もうめっちゃ可愛いし夏っぽいし、この配色が完璧。あとこの襟がね。襟。可愛い。襟が可愛い。しかもここにあった。どこのですか？ヒューマンメイドです。おお、いい服買えますね。ヒューマンメイド。ヒューマンメイド。ヒューマンコーデ。どうや。一コーデ。一コーデ。ここにもね書いてある。ああ、ことで読書タイムやってみよう。最終日来たよ、最終日、夏が終わりますね、そろそろね。ということで早速紹介していきます。こちらね、ポロシャツ、こちらがパラグラフです。でもただこれね、脇汗が目立つの、灰色は。いやね、あんまぜひ着れないね。脇汗ある男子どう？かっこいいで、ズボンがこちら何回も紹介したことあるんですけど、99パンツ、まあ、で、こちら、このね、バケハがステイプグラマーで買いました。ダンサーっぽくね、俺今の踊れる気がする。なんか歌っちゃう、歌っちゃう、歌っちゃう。ハレルヤ、ハレルヤ、おいガンちゃんの真似やばい、殺される、殺される、殺される。どうやって死にてんマイキーさん。はい、マジまたですか。今回さ、7日中5日間ぐらいマージーじゃない、うちね、ほぼ毎日マージーしか着てません。それを大してるってことですね。はい、ということです。異質な女、これぞ、ナナちゃん。いや、この服、ワンピースなの、ただの、ただのっていうか、ワンピースなんだけど、ただね、スカートのとこ見て、これ斜めになってんの。そう、後ろがちょっと長くて、で、これはさっきハーネスのやつあったじゃん。あれ、あそこ外せばベルトになるのか。それをつけてます。ごめん、おならした。なんかマジバカで申し訳ないから、いつもはエモダとか、ルーアとか、ジュエティとか、その辺で買います。はい、スライとか。新宿のルミネストに行ったら、ナナちゃんと会えます。確実に会えます。めちゃくちゃあるから、いろんな店。うちが欲しいお店が全部あるの。しかも同じ階とか。皆さん見つけたら、声かけてください。はい。写真とか撮れるんですよ。まあ、お店の邪魔にならない程度な。集まりすぎちゃうと、お控えになっちゃう。いいね、いいね。そんな人集まんねえから。はい、ということで、ね、以上、かけまるの1週間。おーっと、せーの。かけまる。はい、ということで、かけまるね、まあ、服紹介したんですけど、まあ、今後の購入品だったり、まあ、他にもいっぱい服持ってるのでね、はい、下の方でいっぱい動画投稿していくので、皆さん2人のインスタグラムのフォローよろしくお願いします。はい、ということで、この動画がいいなと思ったらぜひグッドボタン、コメント、チャンネル登録、そしてインスタ、ツイッターのフォローと TikTok に無断転載もぜひよろしくお願いします。はい、ということで、じゃあ片付けて、もう事務所結構時間やばいから帰んないとね。最近 DM とかで、なーちゃん妊娠したのって来るんですけど、してないです、デブです。じゃあなーちゃんはね、ご飯食べたらすぐお腹出ちゃうの。そう、さっき銀だこ食べたね。だからちょっとデブになっちゃうんだけど、すぐ引っ込むよね。ゆきは銀だこ食べた。えー、みやびちゃん最近来てる。うん、最近ずっといる。バイバーイ。終わったよ、終わったよ、ルクック。どうした？陣痛。お、どうした？陣痛。おまわりさん。おまわりさん、陣痛来てる。消防車呼べ。ちょっと、まず救急車だろ。ちょっと。何これ、何これ、つい
いてくるな早く。